正田秀三郎9月21日から1999年6月18日は日本の実業家。日清製粉グループ会長。日清製粉会長。日清製粉グループの創業者、正田定一郎の三男として生まれたが、長兄、明一郎が創生し、次兄、健二郎が数学者となったので、秀三郎が父の後を継ぎ、 製粉業開催大手の日清製粉グループ本社の社長や会長を歴任した。上皇后、道子の父であり、第126代天皇徳人の母方の祖父にあたる。正田家の人々後列右が秀三郎。前列左の弟、淳四郎と共に、東京公師附属省の制服を着ている1935年頃の正代一家。右から秀三郎。 長男、岩尾、長女、道子、妻、富子。正だ家詳細は、正田定一郎、三章六三郎、文衛門文衛門、明一郎、春、作次郎、定一郎、民明、あ子、賢次郎貞、貞子、孔、貞子、絹、直子、秀三郎、岩尾、富子、道子、恵美子、祐子、修、純志郎、 のりこ、むべ、ちずこ、あつしごろう、しんいちろう、こうし、かずこ、なお、上記の形図のうち、しょうだけんじろうの形類については、昭和人明治天第一巻東京編504ページ、831から832ページを、しょうだ淳志郎の形類については、同書503ページを出典とする。1975月、みちこひでんかの父方祖母、 正田絹さんが9日、正居2019年10月15日閲覧。正田家家系図 -ehouh.net、忍者ホームページ忍者ツール図2019年10月15日閲覧。道子皇后、40年の心模様第一章、正田屋、刑罰学、偉人たちの経歴、家族、子孫2019年10月15日閲覧。ありがとうございます。